年末年始ということで、はいよ、今回こちら、おっ、久しぶり、今回こちら餅に、以前バターとかやってたんですけど、やったチョコ、おわ、大量のチョコを入れてチョコ餅を作りたいなと。絶対美味しい、絶対うまい餅ができるんじゃないかな。間違いない。早速作っていきましょう。やりましょう。餅米ですね。はいよ、用意してるんで。あら黄色い、あら黄色い、ちょっと黄色い。何その感想。これこねるときはね、やっぱ面白いんですよ。確かに。じゃあいいですか。わ、餅米を入れますよ。いっちゃって。はい、はいよ。よいしょ。これがね、見てると快感なんですよ。一旦行ってみる。これで、じゃあこれぐらい、運命のボタンを。カメラワーク準備してました、彼。こういうやつこういうやつやったよ。こういういつものやつ。じゃあこうですね。つくこねる。あ、ちょっと待って。あ、そう、これで大丈夫。うわ、もうテンション下がった今。もうなんかタイミング逃しちゃった。もうすんない。ロックスターじゃん。大ロックスター。はい、押します。はい、すんなよすんなよ。わー、来た来た来た。まずは餅を、これでね、これ作っていきましょう。気持ちいいんだよ。永遠に見てられる。一生見てられる、うん、一生見てられるわ。これで10分ぐらい、うん、だからこれサブチャンで出そうよ。10分間ぐらい癒しの餅。いや、チャンネルの色違いすぎるだろう。女子って餅大好きだから。本当にそうでしょ。俺女子じゃないですよ。視聴者のみんなに言うの。そうだよ。経験見なきゃいけない。すいません、自意識過剰で。あ、でも見て、もう、わあ、わあ、わあ、出た出た出た。可愛いんですよ、こいつ。とりあえずこれで待ちましょう。はいよ。一旦。はい。オルタナチャンネル。ということで、チョコを作っていきましょう。ピン。チョコを溶かして入れようかなっていう。ピン。なんで、溶かすチョコを作りましょう。溶かしやすいように細かく切っていきましょうか。はいよ。これ7枚ぐらい大量にこれお願いします。はい。で、これちょっと湯煎して溶かす前に、うん、餅がつけたんで、お、ちょっと一回板のままの状態の餅じゃねえ、板のままの状態のチョコを入れたいなと。おもろ、板のままの餅って。溶かした状態のチョコじゃなくて、板のまま入れたらパリパリしてて逆に美味しいんじゃないかなっていう。俺そっちの方がうまいと思う。じゃあ行きましょうか。行くよ。できてる。トロトロ。やりすぎなんだよな。いや、これね、餅の加減って難しいんだよ。こちら、はいよ、板のやつ入れますか。はい。じゃあスイッチオンにして。あら、かわいい、いい表情してる。今日の餅絶好調。じゃあいきますよ。さあ、それではいきます。はい、いきますよ。はい。じゃあ3枚いきます。はい。2枚にしとこうかな。3枚でもいいですよ。じゃあ3枚いっちゃいます。はい、いきます。はい。失敗そうだな。ちょっとずつ入れたいな。1枚1枚入れるわ、とりあえず。はい、いきます。はい、よいしょ。咲いた。あーあー、遊んでる遊んでる。ほう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 。あ、で、ちょっと色がついてる。色がついてるけど、戦ってます。板のまんま。いや、でもこいつはね、出てますよ。バンシーして餅の力。あー、割れた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 。やばいやばい、いいよいいよいいよ。こっからあー、飲み込んだ飲み込んでる。1個なくなった。いいわよ、いいわよ。飲み込んだ。あ、さあ、これは戦ってる。飲み込んでる。戦ってる戦ってる。ベイブレードに見えてきた。あ、ほら、もう内包してる。あ、ほんとだほんとだ。飲み込んでる飲み込んでる。生き物みたいだ。すべてを飲み込んでは吐き出し、そして自分の力にする。これが餅。あ、うまそう。でももうせーせーせー、もう2枚入れてみようか。よいしょ。いやいや、飛び出しそうだった。危ない危ない。餅ってやっぱ楽しいな。餅はエンターテイメントだもんね。もう黒くなってる。うわうわ、中身溶かさなくてもこれでいけそうだね。細かいやつを大量に入れればいいか。入れてみる。そうだね。はい、じゃあ好きな分量。じゃあ湯煎しようと思ってたんですけど、いけそうだよね、これ。もう溶けてる。ちょっと入れてみます。はい。おしゃれおしゃれ。クランチチョコ。魔人ブーツ。なんか本当に三角チョコパイの生地みたいな。ね、匂いが一緒。あ、なくなってった。一応楽しいわ。作るレシピには砂糖もちょっと入れるって書いてあって、ね、多分チョコだけだとちょっと苦味強いじゃん。なるほど。甘みとして砂糖も入れます。はい。さあさあさあ、餅は強いぞ。あー、どんどん飛んでってる。
力強っ、力強っ。あ、ほんとね、クモの巣に引っかかったね、動物みたいになって。チョコはどうする？チョコ持ってる。チョコパーティーだよ。じゃあ溶かさなくていいか。いいと思う。入れちゃいます、チョコも。パーティー、おもちパーティー。うざう。綺麗綺麗。あ、でもなんかね、硬さがちょうどよくなってるね。待って、これ最高傑作かもしれない。あ、もう全部なくなった。本当に三角チョコはいいの、美容室のは。出てきた、出てきた、砂糖が出てきた。逃れようとしても逃れらんないからね、持ち方は。溶かさないと、ちょっと中に塊があるかもしれないね。え、気持ち悪い。うっちやん。うっちっていうな。じゃあちょっと、俺味見していい？いいっすよ。じゃあ一回止めて味見してみていいですか？はいよ。さあ、で、ちょっと甘さ足すわ。なんかブツブツじゃない？ブツブツできてない？とろろみたい。ちょっとじゃあこれでいただきます。はいよ。あー、ん？まだ全然チョコ入れていいな。ほんとに、うん、あの、これぐらいでいいのか。風味は本当にチョコなんだけど、味までは浸透してない、チョコは。全部入れちゃってもいいぐらいかもしれない。ちょっと溶かして入れる。ああ、いいね。第2段階でやってみようか。最後ちょっと湯煎して入れましょう。いいじゃん。さあ、ということで、はい、これ溶かしてって。はい、これね、溶けたやつを流し込んで、さらにチョコを足していきます。いきましょう。さあ、いきますよ。ディリッディリッディッディッ、えぇ、ー、でかい。さあ、合体、吸収合体。ああ、でもやっぱ溶けたやつの方が美味しそうだね。そうだ、これで全面的にコーティングしていきます。おたまり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 。綺麗な泥団子みたいな、うん、もう粘り気がなくなっちゃってるのかもしれない。チョコレートがコーティングされて。じゃあこんな感じで完成です。はい、はい、これで食べていきましょう。はい、食べましょう。おたまり、オルタナチャンネル。じゃんじゃじゃーん。トゥースベイビー。これ取り出して片栗粉くっつかないようにまぶしたやつですね、はい、なるほどなるほど。もう、うん、これで一個ずつ、ね、はい。じゃあココアパウダーまぶしていきます。はい、大量にまぶそう。すげえもちもち、うまそう。ココパウ、ココパウココパウうまそう。 JK か。もう それぐらいでいいや。嫌いな人じゃん、チョコ。それぐらい、それぐらい大丈夫。もう大丈夫。めっちゃやがってるじゃん。ということで完成です。はいよー。ココパウを混ぜ合わせたチョコ餅。イエーイ、完成。じゃあ早速食べていきますか。はい。うまそう、マジで。これなんか本当にさ、洋菓子店とかで売ってそうだもん。売ってそう。はい、こんな感じです。いただきます。いただきます。ココパウが苦っ。ココパウ苦っ。ココパウが苦っ。ココパウなしバージョンも食べよう。生バージョンもいただきます。うん、うん、ココパウなしバージョンの方がうまいわ。うまい、本当に上品なデザート。確かに、もうセブンとかで売ってるやつ。すごいよ、スライム的な。本当にね、ちょうどいい甘さ。甘すぎず、かといってね、そのビターな感じでもなくて。そうで、砂糖が結構入れたけど、全然甘くないね、なんか。うん。もっと甘くてもいいぐらいだよね、これ。やばいね。これ焼けんのかな？あ、焼けんじゃん。焼いてみる？いいこれいいじゃん。ちょっと焼いてみましょうか、最後。いいね、やば。じゃあ、いきます。はい、お願いします。しょぼっ。なんだよ。これは視聴者のみんなも気になってるはず。ナイスアイデアですよ、渋谷君。さあ、焼いてます。見た目は悪いですが。一旦ひっくり返してみていいですか。これでこっち。うわ、おい、どら焼きの皮みたいな。本当だ、一応固まります、うん、これで両面焼いてちょっと様子見ですね。でも香りはいいですよ、本当に三角チョコ。前さあ、できた。多分両面はくっつかるになってる。じゃあこれで一回食べてみようか。よいしょ。謎なやつができた。謎なやつができました。味がちょっと楽しみです。あ、でもお餅だよ、本当に。表面がパリパリで、中もトロッとした感じで。美味しそう。これ食べちゃおうか。うん。あ、餅。本当だ。てか、そうだよ、それぞれ餅なんだ。じゃあ食べてみましょう。はい、こんな感じです。謎の外パリで、中はドロドロ。せーのというか、せーの、うまい。なんか三角チョコパイの劣化版みたいな。本当にそんな感じ。劣化版であります。あの三角チョコパイ感すごいあるわ。美味しいよ、普通に。じゃあ残ったこれはまあ保存してちょこちょこ食べていきましょう。あ、チョコだけに。いい年、ゆっとしく年、大勝利。
ということで今日も見てくれてありがとう。チョコ餅めっちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんも作ってみてください。ということで今日のクイズ、内藤が途中で歌っていた嵐の曲は一体何だったでしょうか。ぜひ答えをコメントに書いてください。僕はあのダンスをねマスターしたいんですよね。ぜひ期待してください。それじゃあまたね、バイバイ。